こんにちは、今日は2021年の4月11日でございます。こちらナンバシティの方に来ているんですけれども、今日もこちらですね、グッドスプーンさんの方に来させていただきました。それでは早速ね、中に入っていこうというふうに思います。こんな感じですね。これが目印です。じゃあそれでは早速入っていきましょう。前回行った時すごい惜しかったらね、今回も来させていただきました。NMB48×グッドスプーンさんのコラボカフェでございます。これが2回目の来店。バラエティ豊富なメニューの中で今回選ばせていただいたのは、まずはこちら、清水理香のグレープフルーツチーズティーでございました。さあ、そして今回引き当てた一人目はこちらでした。中野未来ちゃん、ミラコですね。いやー、いい感じでございます。さあ、そしてこちらが、今回初めて注文しました、白マミルのチーズダイスミルボナーラでございます。これね、ご飯の上に卵が乗っててチーズと絡まってすごい美味しかったですね。さあ、そしてその時に出しましたコースターはこちらでございました。真鍋アンジュちゃんです。アンジュちゃんっていいキャラクターしますよね。すごい好きです個人的に。はい、ということで真鍋アンジュちゃんを引かせていただきました。さあ、そして今回も頼ませていただきました、こちらキュンマートコラボメニューでございます。いや、今回も美味しかったですね。肉もいい感じですごく美味しかったです。さあ、そして今回当たったのがこちらです。トレーディングカードは本郷ゆずはちゃんでございました。いや、ゆずはちゃんも結構好きなんでね、本当に良かったなとそう思ったわけでございます。さあ、そしてこれがね、何かわかんないんですが星型になっていて、チーズをつけるとすごく星のようにキラキラ輝きます。ほら、こんな感じでね、すごくいいでしょう。いや、すごくねキラキラしてていいなというふうに思いました。さあ、そしてこの後追加注文しました、こちらは上西レイのバナナチーズティーというやつでございます。これね、一番口に合いました。すごく美味しかったです。さあ、そして出たコースターはこちら小川優香ちゃんでございます。先日卒業発表したメンバーですね。はい、ということでね、今回も楽しむことができました。いやー、よかったです。はい、ということでね、こんなに暗くなるまでいてしまいました。いやー、楽しい場所ですね。今日も来てよかったです。はい、ということでね、これから帰っていきたいというふうに思います。それでは帰ります。今日も美味しかったです。はい、ということでね、お家に帰ってきたわけでございます。今回も楽しめたわけなんですが、今回もですね、このランダムのグッズ、こちら缶バッジでございます。グループ A、グループ B、グループ C、そしてこちら、アクリルキーホルダー、グループ A、グループ B、グループ C、それぞれ一つずつ購入させていただきました。今回もですね、中身をね、見ていきたいというふうに思います。さあ、それでは早速中身を開けていきましょう。さあ、まずは缶バッジ、グループ A から開けていきたいと思います。さて、開きましたので中身見ていきましょう。さあ、それでは中身誰でしょうか。表向けます。せーの、お、ホリシオンちゃんです。いいっすね、このキャラクターね。いいキャラクターしてます、シオンちゃん。去年まで確か誕生日に24時間配信とかやってたよね。その印象もすごく強いですが、いいキャラクターを兼ね備えております。ということで、グループ A はホリシオンちゃんでございました。さあ、続いてはグループ B を開けていきましょう。はい、開きました。中出していきます。さあ、それでは早速表を向けていきたいと思います。せーの、こんな感じでした。ドン、お、リカティ、清水リカちゃんですね。先日卒業発表しましたけれどもね。おー、これは貴重じゃないですか。いやね、リカティね、まあ少々もったいない気もしますけれども、本当に一生懸命ね頑張ってくれたなっていう風に私は感じています。いやー、リカティいいですね。はい、ということで、グループ B は清水理香ちゃんでございました。はい、それでは続いてグループ C 開けていきましょう。はい、それでは開きました。中身見ていきましょう。さあ、グループ C 一体誰なのか表向けていきたいと思います。それでは向けていきましょう。せーの、ドン、お、ハーサ、南ハーサちゃんです。いいっすね、ハーサちゃんもね結構好きで、あの段ボール作ったりとかそういうところもね愛嬌のある、いや、すごくね好きなんですよ、ハーサちゃん。いいキャラクターしてますよね。はい、ということでグループ C は南ハーサちゃんでございました。はい、ということで缶バッジ開け終わりましたので、続いてはアクリルキーホルダーの方開けていきたいと思います。それでは早速 A からいきましょう。はい、ということで開きました。中身見ていきましょう。それでは早速オープンしていきたいと思います。それではいきましょう。せーの、オープン、お、なぎちゃん、渋谷なぎさちゃんでございました。いやね、最近目まぐるしい活躍を見せているなぎちゃんですけれども、お、これはいいですね。いい引きじゃないかなと個人的には思うわけでございますが、ああ、いいですね。はい、ということでね、グループ A は渋谷なぎさちゃんでございました。
さあ続いてはグループ B を開けていきたいというふうに思います。さあ来ました、中身見ていきましょう。それでは早速オープンしていきます。せーの、オープン。お、レイコちゃんだな。前田レイコちゃんでございました。いいですね。いや、いいの出るわ。今回結構まあ僕の、まあ、注目してるメンバーだったりとかね、推してるメンバーが結構出てるかなっていう印象なんですが、あ、前田レイコちゃんいいですね。いい写りだわこれ。はい、ということでね、グループ B は前田レイコちゃんでございました。さあ続いてはグループ C 開けていきたいと思います。はい、ということで開きました。早速中身見ていきましょう。はい、それでは今回ラストです。早速開けていきたいと思います。せーの、オープン。お、ミルルン、白間ミルさんでございます。白間ミルさんってよく言っちゃいがちですけれども、ミルちゃんですね。いや、いいっすね、ミルルン。ミルルンね、もうすぐ卒業ですよ。最後の一期生。いやー、もう卒業か。なんかね、まあ昔から応援してて、まあミルルンを昔から知ってるわけなんですが、いやいや、本当にね、大きく成長してね、ここまで引っ張ってきてくれたなっていう、そういう風な印象でございます。あ、ちなみにミルルンとは同級生でございます。同級生って、同じ高校やったとか、中学やったとか、そんなことじゃございませんけれどもね、同じ学年の人でございます。はい、ということで、グループ C、ラスト飾ったのは、ミルルンこと白間ミルちゃんでございました。はい、ということで、今回はこんな感じでございました。結構いい弾き方じゃないかなと個人的に思うんですけれども、結構推しのメンバーも多いですし、いや、いいですね。みんなそれぞれに、いい感じの良さがありまして、素晴らしいところでございます。はい、ということで今回の動画は、ウッドスプーンさんの方に再訪問させていただいたという内容でございました。こうやってランダムグッズもね、売ってますんで、前の動画も合わせてですね、ご覧いただきながら、もし時間とか、まあ今ね、いろいろ大変なご時世ではありますけれども、もしこれを見て行ってみたいなって思われた方は、ぜひともね、行っていただいて、そしてグッズも購入していただければなんて思います。はい、ということで今回の動画は以上でございます。ご視聴ありがとうございました。次回も楽しんでいきましょう。ありがとうございました。